尾形コアン肖像1901年、小世田義松が大阪大学敵塾記念センター像を、敵塾敵塾建物横にある公園に設置された、尾形コアンの銅像所当館の後、尾形コアン、文久3年6月10日は、江戸時代後期の武士、医師、蘭学者である。大阪に敵塾を開き、人材を育てた。天然痘治療に貢献し、日本の近代医学の祖と言われる。 意味名はおもんみしょう、または、しょう、じわ、こうさい、ごうおこわんのほかに、敵敵てきさい、かいと称する。文化7年7月14日、文語国の豪族文語佐柄氏の流れを組む微中、佐柄騎士の一族である、ュ中国足森藩士、佐柄おもんみもの三男として生まれる。母は、石原光線の娘、キャウ。幼名は、のすけ。微中佐柄騎士は、 佐伯木これロの末裔と称した。八歳の時天然痘にかかった。文政八年二月五日、元服して田コこれ秋と名乗る。十月、大阪道島新地四丁目にあった足森藩、大阪倉屋敷の留守居役となった父と共に、大阪へ出た。文政九年七月に、中天祐の私塾、おもう、最塾に入門。この時に、小形三平と名乗り、 以後は尾形を苗字とする。四年間、蘭学、特に医学を学ぶ。天保二年、江戸へ出て、坪井信道に学び、さらに、宇田川源信にも学んだ。同七年には、長崎へ留学し、出島のオランダ人イシニーマンのもとで医学を学ぶ。この頃から公安と合した。天保九年春、大阪に帰り、津村あずまの町で医業を開業する。同時に、蘭学塾、 敵敵詐塾を開く。同年、天根雄門家の先輩、奥川百鬼の娘、八重と結婚。後六男七女を設ける。高下二年、下所長の商家を購入して敵塾を移転。移転の理由は、公安の名声がすこぶる高くなり、門下生も日々増えつむらの町の塾では手狭となったためである。二年十一月一日に京都にき、 滞在7日にして、出島の医師夫、盲肉家が輸入して、京都に伝わっていた闘病を終え、古手町に助頭館を開き、牛頭種頭法による切れ頭を始める。同3年、京里の足森藩より要請があり、足森助頭館を開き切れ頭を施した。牛頭種頭法は、牛になる、頭の迷信が障害となり、治療費を取らず、患者に実験台になってもらい、 かつワクチンを関東から九州までの186カ所の分内所で維持しながら治療を続ける。その一方で、もぐりの牛頭手刀法者が現れ、助刀官のみを国家公認の唯一の牛頭手刀法治療所として認められるよう奔走した。安政5年4月24日には、公安の天然痘予防の活動を江戸幕府が公認し、牛頭手刀を免許制とした。ま、延元年。 助党官を敵塾南の天笠町長一丁目に移転。伊藤玄墨らの推挙を受け、文久2年に幕府の西洋医学書頭取として出資の要請を受ける。一度は健康上の理由から誇示するが、幕府の度重なる要請により、奥医師兼西洋医学書頭取として江戸に出資する。不評遁書付け医師を選出するよう指示を受け、手塚良船ら7名を推薦した。 12月26日、方言に除せられた。文久3年6月11日、江戸の医学書、東取理役宅で突然拡血し、窒息により死去。去年54。墓所は、大阪市北区同心一丁目流会寺、東京都文京区向ヶ丘に一丁目高林寺。明治42年6月8日、増14位。ありがとうございます。